25歳公立高校教員です。彼氏から専業主婦になってほしいと言われます。仕事続けない私は別れるしかないでしょうかってことなんですが、交換条件出したらいいんじゃないですか。例えば、学校の先生をやっていたいって言うんだったら、まあそれしかないんですけど、でも人を教えるのって別にオンラインでもできるし、仕事をしたいってだけだったら、まあ例えば学校の先生以外の仕事にチャレンジしてみようってことで、まあ専業主婦じゃないけど家にいて、いろんなこうね、仕事とかにチャレンジするってのもいいんですけど、これね、あのね、仕事を辞めろっていう男に、まあ、仕事を続けさせる、自分が仕事を続けることを認めさせるいい方法がありまして、これ何かっていうと、じゃあ私の将来の分も含めて稼いでくれるって聞いたらいいと思います。はい。要するに専業主婦になってくれってことは、あなたの人生を僕に買わせてくださいってことなんですよ。当たり前なんだけれども。で、これやるんだったら、じゃあ教師として自分が平均的にこういう風な収入グラフで上がってくと分かりますよね。で、このお金はあんた稼げんだねっていうことを聞くといいと思います。だって、今ね、夫婦関係というか結婚する唯一のメリットって、実は世帯収入が増えることだっていう研究があるんですよ。だからその要するに、あの男性または女性がめっちゃ稼いでいる場合、お金に困ってない場合って、お金に困ってない人って結婚しても大したメリットないんですよ。別にデメリットもそんなにないので、まあ、趣味でね、好きだったら結婚すればいいって話なんですけど、今科学的には結婚するメリットがある人って平均収入よりも下の人たちです。平均収入以下の人ってやっぱり生活していくのに障害がいっぱい起きやすいんですけど、結婚することによって世帯収入が増えますよね。共働きになるんで。で、これでどうなるかっていうと、いろんなことができるようになって、家賃とか浮くし、食費とかね、いろいろ浮くから、それで、まあ、生活が良くなるんですよ。だから、もし相手に仕事辞めてほしいって言われたら、あ、じゃあ、私の分まで稼げるように、あんたが出世したら辞めるよ、と。だから、早く頑張ってっていうふうに言うのが、一番いい切り返しかなと思います。はい。概要欄とコメント欄から、Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。